ボイ。トベズー35周年、常に新しく。県内屈指の観光スポット、トベ動物園も今年で開園35周年。でも常に新しい発見や出会いがあります。宮内新園長に案内してもらいました。園長の宮内です。よろしくお願いいたします。はい、見ておいで。小さい、かわいい。今年1月に生まれたビントロングの赤ちゃん、この時は生後およそ2ヶ月半です。おっとっと、今度は慎重に見て。活発な男の子、すくすく成長中です。お、いる。続いて群馬サファリパークから今年3月に引っ越してきたニューフェイス、ラマのたい焼き。今月3日お母さんになりました。赤ちゃんがおっぱいを飲む様子も見られ、元気に過ごしているということです。第4位、動物たちの幸せの先に。動物たちが心身ともに健康に過ごせるよう、動物の目線で考え配慮する動物福祉という考え方を取材。かつての動物園は人間の娯楽のための施設という要素が強く、動物をたくさん集めて手狭な柵の中で飼育するのがスタンダードでした。しかし今は動物福祉という価値観のもと、動物たちがより快適に幸せに暮らせるよう動物園が進化しています。全然違いますね。全然違うと思います。とべ動物園では猿たちが暮らす獣舎を4年後を目標に完全リニューアルするプロジェクトが進行中ですよ。第3位、動物たちの驚きの行動、飼育員は見た。飼育員さんだからこそ撮影できた動物たちのパッと驚く動画を集めました。まずは右上にいるメスのボンネットモンキー、プレムの行動に注目。あ、扉を丁寧に閉めた。普段からやってますよっていう手つきでしたね。そうですね、慣れた手つきでした、はい、動かぬ証拠を抑えました。続いてはとべ動物園一のおしゃべり、キバタン太郎の犬のモノマネ。これは犬がいると勘違いしてしまうほどのクオリティです。最後はバックヤードの寝室へ猛ダッシュで帰宅するというラフちゃん。帰宅時間が近づくと扉の前でそわそわ、そして、お、いた、お、早っ。中の様子はこちら。お分かりいただけただろうか、扉が開くや否や猛ダッシュ。さすが俊足のピューマです。来年もキーパーさんからのあっと驚く目撃情報を皆さんにこっそりお伝えします。第2位、カバの満腹、引っ越しで涙。とべ動物園でおととし4月に生まれたカバの男の子、満腹。その愛くるしい表情や仕草から一躍大人気になりました。たくさんの人に愛されていた満腹ですが、今年3月埼玉県の東武動物公園へお引越しすることに。とべ動物園を旅立つ日には輸送用の檻の中で偶然にも目から涙を流しているようにも見える満腹。
ちょっと時間かかるけどね、はい、元気でいこうね、元気でやっていこうね、うん、ありがとう。満腹くん頑張って、いってらっしゃい。東武動物公園に引っ越して8ヶ月、チャンネルZooでは満腹の近況を入手しました。こちらが現在の満腹の姿。東武動物公園によると、最近は短かった歯も伸びてきて、体も来園した当初に比べると随分と大きくなりました。一緒に持ってきたおもちゃでもいつも遊んでいます。愛嬌たっぷりな満腹くんは東武動物公園でも大人気です、とのことでした。さあ、お待たせいたしました。第1位に輝いたのはホッキョクグマピースの1日。日本で初めて人工保育に成功したメスのホッキョクグマピース。今年8月、育ての親高市キーパーの解説でピースの一日を見つめました。朝6時半過ぎ、画面の奥でわずかに動く白いモフモフ。しばらくするとひょいっと顔を上げました。ゆっくりと立ち上がり朝のお散歩へ。そしてピース、転換という病気がありますので、朝晩、決まった時間に薬を飲ませないといけないので、8時前後に薬を鶏肉のミンチに入れて食べさせるんですけど、毎日欠かせない。もうやり忘れは絶対できないですし、もし体調悪くて口から食べてくれなかったら、もう注射で打たないといけないっていう薬なんで。4歳の頃から工夫を凝らして1日2回の投薬を続けているそうです。その後はお昼寝やお散歩をして過ごし、午後1時ピースは一旦寝室へ。その間に高市キーパーがプールの水を溜め始めます。戻ってきたピースはプールの前で待機。夏はプールタイムが待ちきれないのか、水が溜まる前にダイブしました。プールに浮かぶおもちゃ代わりのブイや湯たんぽはファンの方からの差し入れだそうで、いろいろいただくんですけどね、ピース物持ちがいいからずっと壊さないんですよ。だからまあ溜まっていっちゃって増えていっちゃって、物持ちがいい。まあ段ボール箱入り娘ですから、段ボール箱入り娘ですから。プールから上がると高市キーパーが水を抜きます。万が一転換の発作が起こって溺れてしまうことがないよう、プールの水をためっぱなしにすることはありません。続いて腹ごしらえ。ホッキョクグマ用のペレットをとかリンゴとかっていうのを食べて、でその後もまた自由時間ですね。ルンルンでご飯に近寄ってきてリンゴをパクリ。好きなものは最初に食べるタイプです。食後は1日で一番のまったりタイムを経て午後7時、2回目の薬を飲んでお気に入りの場所へ寝転がり、夢の中へ。ピースのことを思うキーパーさんたちに支えられ、今月2日ピースは24歳になりました。これからもキーパーさんと二人五脚、来年も元気に過ごせますように。